何してんの？すいません、すいません。いや、はい、6が来ちゃったんです。あ、まあ、よくあることね、それね。いや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 、さすがに6はないかなって思ったんですけど。いやでも6を手がことで。あの、すいません、すいません。何ですか、この茶番は。出だしがやりすぎですよ、これ。やりますか。今回もお越しいただきました、はい、カーリーターキーのお二人です。はい、よろしくお願いします。もうそろそろ皆さん飽きたんじゃないですか。いや、そんなことないでしょう。そして今回もですね、ゲスト相談者としまして、はい、プロ雀士の日向愛子さんにお越しいただいております、はい、お願いいたします。さらに、はい、今回も電撃ネットワーク今日も元気さん、そしてプロ雀士の吉田葵さんにお越しいただいております。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、前回はアウトコースからレースをする、そうですね、はいはい、レーサーの話でしたね、うんうん、そうですね、まあ、アウトコースはまあレース自体はまあ不利なんですけど、今度は逆で今回は内側のイン選手のまあ取り上げてみようかなと思ってるんですけどね、はいはい、テーマです、はい、こちらです。じゃん、勝負はピット離れから、うん、熱き侵入争い、うん、はい、で YouTube とか、まあ、気軽にボートレースが見るようになって初心者の方が多いと思うんですよね、はい、で侵入っていうのがすごく難しい。ピット離れって何ぞやとか、はい、まあ、言われる方よくいてるんですけど、ピット離れこそが一番大事なんです。え、一番ここ見てないんですよ、みんな。なんで遅れたの3号艇とか、例えばね、はい、なんでこんなの、なんで前つけてんのとか、侵入前つけてきて入ると、うん、はい、違うんです。ここから始まってるんです。お、選手でピットの遅れるかもわからないってペラつけてる人は大緊張してます。もうね、レバーは煽ってる、体は揺すってる、これランプがつくんですけど、はい、でパッパッパってつくんですけど、まあ、固定されてるんで、全6艇のこう引き波がこう後ろで渦巻いてるわけなんです、はい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 、それを巻き込んで回転がこっちもあっちも落ちたり上がったりするんですよね。確かに影響めっちゃ受けますよね。そうなんです。だからこの瞬間っていうのは、その自覚症状のある方はもう一番緊張します。へー。ここがまず第一。離れた後の足っていうのもエンジンの出方に直結するんで、ぜひここは注目していただきたいね。正直注目したことなかったです。でしょうね。はい。毎週取れませんよ。毎週取りたいですよね。そういうところから始まっていくから。はい、インの鬼と言われています、うん、西島良則選手が直近1年間で1、2コースの進入は 92.5%。すごい。驚異の数字。おお。すごく速く回転が上がる仕様の、まあ、プロペラ調整、エンジン調整をされる方なんですよね、はい、で昔はもちろん西島さんはアウトヤでした。え、あ、そうなんですか。ガンガンのまくり屋です。え、全然イメージないです。ないでしょ、はい、調整方法を身につけて、はい、でやっぱり内側が絶対有利な競技なんで、内に侵入するようになって、はい、まあ、ここ数十年宇宙のレーサーになったんですけど、はい、でもですよ、なぜファンの方は西島良則さんが前付け来たら入れんのに、はい、違う選手が来たら入れないのっていうのが、まあ、侵入であったりするわけなんですよ、はい、違うんですよ。西島さんは2コースまでで絶対入るんですよ。ってなると、それに抵抗しようと思ったら深い深い深い侵入なわけなんですよね。わ、はい、かります、はい、92.5% ですよね、うん、僕らがしたら当たり前ですよ、西島さんクラスだったら。すごいよな、だってパチンコのね、こう、なんでパチンコ自分早いっていうパチンコの話したいだけじゃない今、まあ、みんなが休憩してる間に私は野添さんのパチンコの話をしてたんや筋肉マンの継続率一緒なんですよね全然ピンとこないんですけど 92.5% すごいですからね。まあ、そうです、ほぼ続くから、はい、ちなみにですね、自在派だった所長の現役最後の1年間、うん、はいはい、1、2コースの進入率は 31.7%、うん、ほら、この違い、3倍ぐらい違いますよね。3倍です、ね、はい、僕みたいなタイプが、まあ、ほとんど今の現役選手そうなんですけど、はい、こういう人が西島さんに抵抗するとどれぐらい目合うんですよね。僕はまだ深いところ行けますけど、西島さんは次3連覇されたことあるんですよ、1回。すごい、もうすごかった、近寄れんかったもん、さっき立ってて。じゃあもうそれを見るだけのちょっとプレッシャーを感じるというか、うんうん、西島さんすごいな、はい、6号艇とかなればなるほど、やっぱり回り込まなくちゃいけないんですよね、この進入ってあるんですけど、はい、まあ、こっちで行きましょうか、まあ、外のこう回り込んでこなくちゃいけないじゃないですか、うん、ここのスピードがすごく増すんですよね。でこれに今の現状のボートのルールでは6号艇がいかなるスピードで入ってきてもこれより先にターン幕を通過しなくちゃいけないですよ、はい、ルールで決まってるんですか。決まってます。でこれが2号艇がこれも抵抗しようと思えばこの人よりも早く入らなくちゃいけないんですよね、これ150、うん、なおかつこれがこっちが速くてもこれ対抗で違反です。1号艇は2号艇では遅く入ってるんで、だから絶対こうなんですよ、はい、進入で言うと、はい、これがどこまでも入っていくわけなんですよ。
西馬さんは外コースなら角度がつくんで深くなる。でこれ3号手でも緩めません。相手が2号手がこう収めようもんならここまで先つけます。ここまで、はい、で1号手はこれ先回られてきたのでここまでプッときます、はい、でも西馬さんこれでも俺は2コースまでってまだ緩めてくれないんですよ。石の張り合いがもうつぐともうどん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 8時くぐっちゃうんで、ね、うわ実際何回もレースありますこういうの、そこ見るの楽しいですね。いや確かに、うん、これ毎度毎度入れちゃうと、うん、もう当たり前に来られちゃうんで、そうなんだから人間ちょっと尺に触るんで、そうよそうよ、ギュンと抵抗するんですよね。加速しようもなら西島さんはこれで再加速します。うわなおかつ1号手それよりも先に入らなくてまた再加速する。それとここでやっと2号手は入れないんですけど、はい、ボートというのは進入で対岸がありますよね。平行で右に切ることはいけるんですけど、ちょっとでもへさきが長いになるとこっちにハンドル切ったら対向違反になるんですよ。ちょっとでもハンドルの手が増えて左がこう向くと、だからこういったん西島さん抵抗してしまうとこのままの状態でこう入っていかなくちゃいけないんですよ。でもそうなん流すことなくどん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 入ってしまう。でも西島さんはそれでもいいんです。なぜかというと例えば 80m からでもスタートラインまでに回転が上がって仕様にしてるんです、はい、全速になるように、はい、50m 対 200m みたいなのもあります。スタートめちゃくちゃ難しいですね。めちゃくちゃ難しいですね。まず立てないです、この3つは、うん、これ突っ張ったところでももはやレースを捨ててしまってる状態になっちゃうんです。ならもう入れて自分はこっから行く方が勝算があるんじゃないのっていう、今は枠なり進入が当たり前の時代になってきてるんで、はい、そう思いがちですけどここもやっぱり駆け引き、うん、でなんかそこにピット離れも含まれるんで、はい、中枠だから送り読むんだな、はい、どえらいことなんですよ。なぜかというと蓋されます、はいはい、でこうみんなが回り込んできます。この大外を回って加速してくるんでここのスピードがまた一段と増すんですよね、はい、ってなるとこれ1とにはもう自分コース取りたいんでここも加速してくるんで加速の試合になるんで、もうまだみんなここに到達してないのにここ回ってくる状態になっちゃうんですね。だこういうのも踏まえてピット離れはすごい大事ですよっていうのがありますね。うん、まあ、今 VTR があるのでちょっと見てもらえましょうか。はい、はい、見たい。まあ、これも1号で乗り組み確保してます。で辻君はどっちかどうしようかと、はい、まあ、その西馬さんの着方次第で進入考えようかなっていう。でもこれ中枠がある程度抵抗するか否かで進入って変わってくるんですよね。はいはいはい、スッてやめられちゃうとでこれ西山川も抵抗しますよね。これ加速してきます。だからこれよりも早く入らなくちゃいけないんですよ。でこれみんなこれ一応スタート時には大丈夫ですけど、これ本番やったら内側全部対抗でやる。うわ一発アウトです。でもこれ西山君は僕は抵抗しますよって意思表示してるんですよね、はい、はいはい。でなおかつ回り込んできてるんで、まあ、1、2、5、6ですよ。これ3は一応もう5コースです、はい、だからこれはだから維持です。そんな簡単に入れさせませんよっていう、うん、西山さんが西山君もそうですし峰君もそうですし辻君もそうですし、はい、だこれを踏まえて 西島さんは考えるわけですよ、うん、もう1回本ならもう一発ギア上げていくよっていう。だからその辺もファンの方は予想の参考にした方がいいんですよ。これ何なんこの侵入っていうんじゃなしに、はいはいはい、あ西島さんはこれどこまででも行くんやなと、あ西山は抵抗するんやな、はいはい、辻君これは怪しいな、入れるんちゃうか、1、5、6、2、3になるんちゃうかとか、あどうなるの、はい、抵抗したらどうなっちゃうの。見てください西島さんだけちょっとほら起こしてからスムーズでしょ、はい、ああいう仕様にしてるんであそこからスタートもこれフライングですけど、はい、できるんですよね。実際のレース、はい、そうなったかめちゃくちゃ見たい。でこれを踏まえて選手は控え室で考えるわけですよ。はい、はい、どうぞ。でも西島さんは、はい、これギアアップします絶対、はい、でもそう簡単に中枠見て埋めたらゆっくりされた進入なのである程度まで抵抗しなくちゃいけないですよねこれ。はい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 、ミネも抵抗するし、まあ、中田君も抵抗するし西山も絶対これ入れないという気になって俺は西島さんこれ加速してみます、はい、ほらうわすごいシュルッとスピードアップするんですよ。こういう駆け引きがあるんですよね。みんなは一応抵抗したものの本番は西馬さんこれもう一発ギア上げてくるんでってなると自分はこうだからあ俺のマークと外れたっていうの中にはいるんですよこれ。あいつ抵抗すると思ったのにとか、はい、乗ってるのもやっぱり人間やからやっぱそういう駆け引きもあるんですね。最近ファンの方 お叱りになるんですけどじゃないんですよ、ここも駆け引きなんです、うん、そうですよね、うん、もう始まってるってことですもんね。スタートレンジなおならピット離れから始まってるんです。西島さんこれのお手のもんなんでこのコースで。あとスタート決まるかどうかなんでこれ角がいったっすね。おお。だからこのミネ君のマップでもそうですよね。さっきなんかスローにしたんで、はいはいはい、わかります。
一応自分はスローの意思表示見せたけど、うんはい、もう駆け引きで可能です。侵入予想がめちゃくちゃ難しいというか、僕らでもこれゾクゾクするんですけどね、乗ってる方、乗ってる方も与えられた枠満でそのままも何もなしよりも振る、はい、ギフシャクはしないんですか？ないないです。あ、そういうのはね、はい、西島選手がいるときはじゃあこのペロの叩き方しようとか、さっきのミネ君じゃないけど、はい、あれ西島抵抗した、いやこれ本番やめるやろなとか、こう考えながら伸び方にしたり、あ、もう本当に推理ですね。そこらこそめちゃくちゃ通じるものがありますよね。いやちょっとわかんないです。この人ならこう出てくるだろうなとか思うんですけど、やっぱ全然なんかまた毛色が違って、わかんないですね。例えば前付けに来ます、先ほど西島さんみたいに、はい、でまあ、みんなが抵抗されます、はい、5コースのスローになったとします、もしくは全員スローになったとします、はい、じゃあ面白くない、これ回り直せるんですよ、時間内であれば、はい、外コース出れるんですよ、はいはい、まあ、そういう VTR が一回見てもらいました、まあ、ロゴテの花田がこれ多分前付け行くんでしょうね、はいはいはい、まあ、これ地元です彼は、お、まあ、もう相手見てますね、うん、全員が、でこれ録画来たんで服部さんがまず加速していく、加速してる、まあ、本当はこれ花田君2コースが欲しい、多分ね、あ、そうなんですね、狙い目は2コース、うん、あ、でも2は譲ってくれない、そうなんです、これもスターマーク先に通過してるでしょ、これ本番なんで、はいはい、1、2、3の順番に入ってるじゃないですか、でも3コースのこの位置だと100ふぐるんですよ、ね、もうこの時間で言うと、はい、じゃあ面白くないってことで、これ時間内であったら出れるんですよ、あんまりめったにないイメージがあります。前方気味は5号艇の服部勇気雄です。これでも葛藤してますよ、どうするか、もう一回行ったのかな、いやこのまま入ろうかどうしようか、いやでも角が誰々か伸びるしな、ちょっとなみたいな、でこれタイム上げていってるんで、これ出ますね、回り直し、おっと花田がここで回り直す、最高で違反には取られないですね、3号艇は、うんうん、もう6コース出たでしょ、これありです、時間が間に合うならば、でもギリギリですね、あ、そうですね、すごいギリギリ、いや2人100入ってるじゃないですか、100メーター、はい、これを嫌ったわけですよね、スタートしました、参加3号艇のオリサゼロでトップタイミング、まあ3のまくってるってますよね、はいはいはい、自分もあの渦の中に飲み込まれる可能性が高いと踏んでの6コースに回り込んで、うわすごい戦略家ですね、まあ、こういうのが日常的に本来行われているんですよ、対抗度っていうのは、はい、今のは現状は おとなしく1、2、3、4、5、6が多いけど、うん、多いです、本当はこれが普通、そうなんですね、ということでさらにですね、私の方で代表的なインファイターのレーサーをですね、はいはい、まとめてみました、ご覧ください、10名挙げています、ほぼ5、6コースで侵入がないレーサー当たりです、 100% 今村信太先輩 100% ですね、今村先輩 100% です、世の中に 100% ってあんまりいるんですか、ねえ、今村先輩は西島さんよりはさらに上ですから、イン選手の特徴ってのはまず回転を上げるというか大前提なんですよね、はいはいはい、しかも速く、うん、なんで基本的にピットバネがまず遅れることがない、ない、出足がいい、深い侵入からでも持つような行き足がいい、起こすタイミングもこっちより遅いのに前に行くんですよ、もうスコーンとこうなっちゃうんですよ、これってのはそこに特化してるんで、はい、そういうのが今現れたボード出していただいたほぼみんなそうです、唯一違うのは多藤さん、多藤になる選手、この方はそこじゃないんで勝負するところスタートなんで、あ、そうなんですね、はい、まあ、ちょっと違うかなっていうのありますけど、はい、基本的には回転上げるのは出足よりピット慣れがいい、もうこれがまあ大体そうですね、深いですね、個性が出ますね、本当に、私は何を見てたやろずっと、ちょっと何週しか見てない、いや本当にオッズ見てとかレーサーの人が見てないところばっかり見てました、インヤでない選手でもここ一番とか、まあ、奇襲って言ったらまあ語弊がありますけど、インドリすることがあるんですよね、はい、でそれはまあ代表的なレース僕一つ挙げさせてもらったんですけど、これは VTR をちょっと見てもらって、はい、まあ、これ6号艇がね、重成和人君、はい、彼もオープンコースがどこからもレースできるレーサーなんですけど、はい、他の5選手は全く警戒しなかったんですよ、はい、まさか来ると思ってなかったんですよ、はいはいはい、でこれ一発勝負のグランプリですのトライアル予選です、はい、誰もが打ちコース権利を与えて取られたくない、はいはい、そこでまさか来ると思ってなかったら重成君がこのまま向けちゃいます、嘘、予期せぬだったそうです、この瞬間でも入れないです1、2はうわさっきの手差しこの時のスタンド地響き
セミコスの1号です。すごかったです。いやすごい、まあ、馬声と歓声と地鳴りと、まあ、すごいカリスマやん。2号艇のえいやそうなんだろう、地鳴り君 100m ちょっと入ってもそんな深くないんですよね。これ回り付けした割にはこれがまた逃げちゃうんですよ。勝負かけていて逃げるっていうところが素晴らしいです。かっこいい、すごい。もうスタート後ゼロでのバチン、一部めちゃくちゃ速いトップスタートですよ。一人で今スタートしていきました。ほんまにでもやっぱこの並びは見やんな、まあ、ないですよ、はい、リンから完璧な形で逃げるんですけど、あ、はいはい、あ これもやっぱり言ったら勝負かかってるんで、はい、こういうことっていうのは多々あります。なのに大舞台になればなるほど前のレースで大敗してるんですよ、知らない、はいはい、でここ実は勝負かけだったんですよ。どうせ俺入ると思ってへんやろ、行ったろみたいな。あ、じゃあちょっとここで決めておかないと。そうですそうです。重成選手のインタビュー記事がありまして、はいはい、あの瞬間は元レーサーのお父さん重成達郎さんですけれども、お父さんの魂が自分に宿っていましたね、まあ、お父さんは人間やったんですよね。あ、そうなんですね。インファイターだったんですけど、スタートまず遅れれない、はい、やっぱレース壊しちゃうんでそれやっちゃうと、はいはいはい、なおかつ勝ちたい、はい、フライング切れない、あ、プレッシャー、もういろんな葛藤がもう1分近くになるとするんですよね。一世一代の大勝負だからこそ値打ちがあるんですよ。知らないと普段しないんで、はい、だからみんなが不意打ち食らうわけなんですよ。あ、これ今村豊さんですよね、はい、西島さんが1号艇でこれ ファイナルですよ。これグランプリの優勝戦ですよ。これでみんなこれまさかと思う。なんかワゴワゴしてる、ワゴワゴしてる。ほら確かにクルリンパッド、え、すごい。この瞬間西島さんも入れません。うわー、もうなんかこんなちっちゃい回転初めて見ました、うん、だからこれみんながもう悪剣取られてるんですよ。まさか取ると思わなかった、ね、これ後日山村隆さんもやってしまったと、取ってもうたと思ったらしいです。入った取ろうと思っていたわけじゃなくて、なんでなんで、いやまさか、でもあまりねゆっくりしてるから入ったけど、抜けた瞬間にちょっと自分が冷静になってやってもうたな、まずスタ、まさきでしょ、スタート遅れる、はい、レース壊せる、うん、どうしよう、はい、うーわ入ったはいいけどもプレッシャーが。そうなんですよ。でも偶然ではないですもんね。行こうとして行ってるんですけど、はい、まさか来ちゃったみたいな感じですか。来ちゃったって。これ6コースの鳩井さんがまくり出して優勝するんですよ。あ、そうなの、はい、うわーめっちゃおもろいレースですよ。だからこれ今村さんが動いたことによってドラマが起こったんですよね。そっか、うん、ちなみにスターテンジは今村さん行ってませんかって。すごい、そんな、それも駆け引きです。だからそこでゆったり構えられたんで、うちがいつもまあ来られてるんで、はい、逆に言うと西島さんが外やと来るでしょ、はい、じゃあ行ってあげようみたいな。うわあ、うん、駆け引きだ、うんうん、面白 い、 はい。ではここからはハリー・タイキーさんお願いします。はい、はい、ということでこのコーナー参りましょう、はい、のぞえ探偵に質問しちゃうぞ。よろしくお願いします。日向さん質問とか何か。あの私、はい、4歳の娘がいるんですけど、はい、ボート場行きたいんですよ、はい、もう今子供一緒に行ってた、うん、どうですか、楽しめますか。いやいや、もうモービーっていうそういう遊ぶ施設が、モービー、はい、はい、遊具がいっぱいこうジャングルジムでやったり、こう遊具があるんですか。あります。それがですよ、普通だからデパート百貨店とかで子供遊ぶところでいくらぐらいかかるんですかね。2時間で1500円かかります、ね、そんなかかるんですね。5分以内だそれ。そういう施設が全国とだんだん増えていってるんで、家族で行きたいですね。ぜひ登山とかしてみてください、うん、ぜひぜひ、はい、そして、はい、元気さん、ヤスドリとかの時にヘルメット内で吠えたりとか畜生って言ったりとか。あのね、昔はあのフルフェイスじゃなかったんですよ。アメフトみたいにこうここだけだったら、はい、あ、おしっこでしょ。 あの頃はありました、はい、え、声聞こえるぐらい言っちゃうってことですか。かすがれてました、ボートのこのへさきを持って、はい、まあ僕はここにいるとするでしょ、まあここで先輩、僕ここにいるとするでしょ、はい、こう自分で言われますよね。でこのへさきを持ってぐるりんとこっち曲げられてました。へさきを、へさきを持って、はい、それなんか違反とかになるんですか。ならないです。ならないんですか。はい、わかりましたって6コース。その代わりですよ、ここで僕は尋常じゃないわけですよね。もうハッチマキだったわけですよ。はいはい、わかったわかった、まくってやると。これ気合入りますね。わかんないですけど、ボートのへさきってモテるんですか。こういう輪っかがついてるんですよね、引っ掛ける用の、はいはい、転覆した時に栄光するために引っ掛けるフルがついてる、そこを持ってポイーンと投げられてます。簡単にクルンって1回でするんで。そうなんですか。こうやって今ってルールでできなくなったのか、それとも触れたらダメなんです。あ、もう完全にアウトになったんですね、はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい、吉田さんは何か聞きたいことありますか。すべてのレースが終わった時に、はい、これだけは絶対食べておきたいものとかってありましたか。あ、最終日、まあ、揃っていくのは8割焼肉ですね。あ、やっぱ焼肉なんだ。
弟子とかいっぱいおったけど、やっぱり出すんですよ僕は。何十人いようが。何十人弟子って何人ぐらい。あ、僕はまあ最大6人いたんですけど、そこに家族も付随するんでもう20人ぐらいになっちゃうんですよ。でもそこでなんか中華とかいうやついないじゃないですか。そんなカッコ悪いで言えないやっぱ先輩に奢ってもらうならやっぱ肉とかね。いや、ね、いやそうですよね。あ、そうです。たま聞きたいことは、あと4日後に私あの宣材写真を撮り直すんですよ、事務所で。何の話で、ボートレーサーの方ってやっぱりこう体重管理とかってすごいじゃないですか。あと4日後でどうやったら2キロ痩せるか。宣材写真が食うな。その打ち勝つのはどうやったらいいんですか。僕も食べなかったんですけど、はい、飲食の本ばっかり買っていくんですよ、わざと。余計毒じゃないですか。それがまたね、なんか おかしいでしょうね。もう食った気になってるんですよ。わかります。あの妊娠してた時に、はい、これ以上体重増やしちゃいけないよってお医者さんに言われて、ずっと大食いの動画を、あ、それと一緒ですよ。そう見て、それでこうもう食った気になってあの気持ちか、わかりました。腹はなるよ。なんかちょっと満たされるんですよ。精神的に満たされるんですよ。ストレスになるな。だこれ出たら食べに行こうとは思ってるけど、もう今食った気になるね。逆にそういうの見ちゃうっていうのがいいんですよ。そういう方はもうちょっと3日間監視しようと思いました。さっき焼肉弁当食べちゃいましたけど私。全然痩せる気ない。ありがとうございます。すみません、大変生意気で申し訳ないんですけど、はい、ちょっと仕事が続いて申し訳ございません。はい、ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ここから皆さんに推理していただきます。はい、ボートレースとたで第39回、はい、日本モーターボート選手会会長賞日刊現代杯2日目が行われております。はい、これから第3レースの展示構想が始まりますので、そのレースを推理していただきます。はい、ここからですよ。これは5遅れてますよね。遅れてる。誰が糸村出てるか出てないかとか、まあ、基本的に 1位はいいんでね、はい、半分は、ね、西田さんが当然動きますよね。これもインファイターなんです。で坂東さんは決定テープの構えで、これはターンマークを先に通過しなくちゃいけない。一応行けそうなところまで先に入ってこられて2コースにね、はい、ここはなんなら一番難しいんちゃうかと思いますよね。難しいですね。駆け引きもありますし、はい、外3人の足の感じ、はい、で起こしてくる内3人の感じ、全体を俯瞰でいる。1番、6番、7番、3番、5番、4番です。ああ出てるね、5番が下手選手。あ、はい、でしょうね。これ伸び方のスペシャリスト見たら元祖みたいな人のフライングですけど、はい、伸び方の人ってスペラが水をしっかり掴んでるんで、はい、旋回中も警戒さがないですよね。難しいよな。まあ、よく掴んで下手くんいいと思いますね。これ下手選手いいですか。戸田、うん、ってね結構伸びに振った方がいいんですよね。ここ、レースが狭いんでハンドル切る代がなくなってしまうんですよね、伸びられると、はい、本当は1号ぐらい差があってくれたらもう完全にまくれるんですけどね。1号差ないからまだ、うん、スタート次第ってとこは伸びてるは伸びてるけど、はい、まあでもだからこれはもう並びは16ってなるから16、2、3は確定ですよね。まあ三浦くんはそう出るかどうか分かんないですけど、はい、伸びられるのをやり出てたんでね、外わざと、はい。まあ、下手くんがスタート決めるのか、もう多分決めたらまくっちゃいますね、このレース。わあの感じやったら、これ坂東さんもね、もう下手くんもいてるちょっと伸び方に調整してると思うんですよ、はい、旋回がね、もうままなってなかったんで、ターンが、はい、ちょっとこれ逃げたら逃げあのけど、2着はきつそうな感じ。じゃあ不安が残るよね。ありますね、周回展示で言うと。スローとダッシュって何ですか。まあまあ、いやいや確かにターンマー近辺からが3点、これがスローっていう、一応スロースタートっていういわゆるくぐりですね。 200m 近辺から起こす、もしくは 230m とこういうのあるんですけど、起こすのがダッシュ、これがスローの3対3、はい、でこれが4だとこれは4対2って。勉強になりました。では皆さんの推理見ていきましょうか、はい、まず吉田さんどのように推理されましたか。はい、15645と514614616にしました。その 3コースから3からダッシュもありますので、ありがとうございます。奈美ちゃんは、はい、はい、私は156ボックスで1623-54にしました、うん、手元選手が角から、うん、ただちょっと誰が1着かわからないということでボックスにしました。たまちゃんは、はい、
私はですね、564654で行きました。やる気が違う気がしたんですよね、下根選手の。やったるぞの気持ちで、大まくりしてくるんじゃないかなと思いまして。では、日向さんも。はい。行きましょう。1号からの135135。進入は1623のダッシュ。54です。そうですよね。私も実は同じでこだけ固定を。では、結果見てみましょう。はい。はい、これ下手くん当然伸び特化型なんでビッグは参加しない、はいはい、西田さんは当然インヤーなんでここから行くんですけども、早々にバンドさんが徹底抵抗の構えで、はい、でこれ見てリトさんがすぐにやめちゃってるでしょ、はい、西田さんはこれスローにしちゃうんですよ、はい、これ取れるって踏んでるんで、もう早々やめてしまうとこういうゆったりした陰線になっちゃうんですよね。なるほど。だからここも駆け引きが譲ったってことですよね。もう早々にやめてしまったんで、本来ならこれ加藤君引いた方がいいよね。出ないともったいよね。下手くんの伸びにはついていかれんと思ってスローから行ったら、まだ悩んでるってことですか。いや一応引くと思いますよ、これはもう。あ、本当だ。お、そこから気にするとなんか面白いですね。面白いとちょっと違う、はいはい、だからその作戦でね、多分こうなるよって。でもこれ知らなかったら、うわ詐欺やとか、そうそう、いやー、ま、私みたいなタイプだね。そうそうそうそこがね、いい例がここに、なんでやねんとか言っちゃいますもん。おー、来るぞ来るぞ。え、じゃあ3あるぞ。確かに3全然ありますよ、遅れた、あ、うん、でもちょっと伸びていくんでね。おお、おお、逃げ切っちゃいますね。でも頭が外すでしょ、だから逃げちゃいますね。ああこのままインからさっきまで一等走れば大丈夫ですわ。セルト厳しいけど、はい、ん、イチゴ、あ、6は、6は3に入れてます。え、全然あるんじゃない。早川さんも当たってる、当たってる、すげえ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 、しかも1点すごい、天才、天才肌おる、すごい、えぐい、天才おるすごい、うちの人やりました、師匠すごい、1点かっこいいな。西田さん頼むで、ほんま油断すんなよ、油断すんな、怖い怖い怖い、油断すんなよ、絶対油断すんなよ。ちなみにですね、ひなさん、はい、ロゴでなかった40年以上走るの多分落ち着いてると思う。お見事、綺麗綺麗、1点予想、お見事、これはすごい、嬉しい、玉以外全員、やったかいがありますこれ。楽しい、楽しいです。あ、ほら、ゼロが出る。新入門だったら、すごい。すごい、すごい。いや、いい回ですね、これ。いや、いい。当たるの思わないな。悔しい。いや、まあ、すごい。素晴らしい。5910円。すごい。返しが。侵入の見方とか、フットバレーとか注視してもらって、選手の駆け引きだとか見たけどそういうのを含めて、より楽しみ方がまた変わってくるかなと思いますけどね。そうですね、はい、牛田さん2回連続、今回いかがでしたか。侵入スタート点と違うことがあって、うん、なんでだろうと思ってたんですけど、うん、今日なんかすごくすっきりしました、はい、あ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございました。日向さんは今回いかがでしょうか、うん、風見て侵入見て、うん、全部見てからこうやって選ぶと当たった時になんかちゃんと分かれてたんじゃないかっていう感動がありました。花見ちゃんはいかがですか。玉が的中しなかったんですけど、4日後の宣材写真はせめて綺麗な状態で写ってほしいので、あの飲食の本を買い与えようと思います。はい、感想それ自分の感想言いや。今回の回は全てにおいてフライング気味だったなっていうのを反省しますね。若干ね、何も当たらなかった。まあそれいつもやけどね。あ、まあ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 、まだ頑張ります。社長、次ですね、はい、はい、昨日よりも深い推理をあなたに。